これは。我が剣の糧となるべく集った者たちだ。バルナバス。なぜそうまで人であることに固執する、ミュートス。いつの世も人が変わることはない。その弱さゆえに力あるを妬み、力なきを踏みにじる。愚かに己と異なるを憎み、己と同じと見るや徒党を組んで他を排する。それもひとえに己の安楽と優越のため。差別も迫害も分断も対立も人が作り上げてきた悪意の営みそのものではないか。それらはすべて自我による苦しみがもたらしたもの。お前とてその悪意を負わされ続けてきた身であろうに。それでも背負った全てが俺を紡いでいる。どんな思いであれ、その全てが俺の生きる力となる。俺は生きていく。そのために人でありたい。貴様だってフン確かに人として生きた時があったかもしれん。何？遠い昔、神は人に魔法という力を与え、人はその魔法によって文明を築き上げた。だがやがてさらなる力を求めた結果、この地は黒の脅威にさらされた。今のようにな。人は欲という自我に飲み込まれた挙句、滅びの道を歩んだのだ。しかし一握りの民は神に祈りを捧げ続けた。人を救いたまえと、人を正しき道に導きたまえと、神は応じこう告げられた。まことあるべき世界に人を導くと。故に神にこの身を捧げた。人としての性などとうに捨て去ったわ。人を救うため。そして御方はこうも仰せられた。新たな世界に渡りたくば、人よ自我を捨てよとな。人がまことあるべき世界に導かれるには己を捨てねばならん。愚かな過ちを繰り返さぬように、御方の望む無垢なる存在になる必要があるのだ。人の救済、そのために神の器であるお前を最後の供物として御方に捧げる。お前を神に奉じ、我が信仰の証を立てよう。人が自我を捨ててただ誰かの言葉に従う、それで本当に生きていると。自我があるから人は思いを寄せる、生きたいと願う。貴様がやろうとしているのは救済じゃない、人を見捨てることだ。
せてみろ。それを。本当の生徒なら、生きることを諦めたお前にだけは、決して負けない。
天命を理解し、己の役割に従順になることだ。自我を捨てよ、エトス。私に勝ちたいのだろう、貴様。さあ、お前の力を見せてみろ。Yeah!
きるために自分たちの足で歩き続けてきた。歩むことを止めた貴様には分かるまい。貴様が思っているほど人は弱くないんだ。持ちながら力を使いこなすか。面白い。まったく、あれを返されるとはな。私はお前の愚かさに当てられたらしい。感じるのだ、遠い昔のように熱い地上な。これが本当の生というものか。しびれるような闘水とこの身を焦がす罪深き歓喜が、浅ましき人の身にただ一つ許された甘美な毒、最後の一滴までとっと飲み干してやる。ミュートス、お前の進化を私に。Yeah!
この世界は静かに謎を生むのだ。させるものか。何を言う、ミュートス。お前という存在がその何よりの証拠じゃないか。神のおもちゃになるつもりはない。熱いな。Hey!
貴様が言ったんだろう。俺たちのこの戦いが終われば、おのずと分かるのだと。全ては天意。
そうだろう。クライブ・ロズフィールド！